はい、どうもこんにちは。今日はアイコンパックです。今日のは使い勝手の良い白いアイコンパックなんですけどね、色がね、それがこちらですね。後ろにね、ちょっとこうなってるやつ、白いのって結構ね、こう線だけでやってるのが多めなんだけども、これはね、こう後ろに円があってちょっと透けてるんだけども、そういうやつですね。で、そのアイコンがないのはこう白黒になる感じですね。こんな感じに、あ、ちょっとね。で、ゲル、かなり、いや結構なね、結構種類がありますね。でこうアルファベットがあるからね、探しやすいね。じゃあさーっと見ましょうか。さーっとね、軽くね、全部見たら多分時間がすごいから。ここで探せるからね、欲しいのは。これは何？なんだこれは。で最後が日付ですね。はい、本日は白くて使い勝手の良そうなアイコンでした。これはね、まあそう、暗い壁紙に合うね、色がね、この暗いってその見ると落ち込む壁紙とかじゃなくてね、黒い壁紙に白いアイコンを置けば、それだけでいい感じに見えるからね。はい、それではさようなら。